皆さんこんにちは、 B レジェンドのダンです。今回はヒートトレーニング初級編第3弾ということでやっていきたいと思います。本日もヒートトレーニングをやっていきたいと思うんですけど、また新メニュー3個持ってきました。まず1つ目はインチワームウォークというようなものになります。インチワームウォークがどのようなものかと言いますと、まず腕立て伏せじゃないですけど、両手を地面について足を浮かせてこのような姿勢をとっていきます。このまま前に動いていく。で、ここまで戻ったらまた前へ行く、また戻る、前へ行く、また戻る。このやり方でまず1種目目やっていきます。2種目目はリバースプランクヒップリフトというものをやっていきます。まずリバースプランクというのは、手をついてこの状態で耐えるものをリバースプランクと言います。これを足このようにつけてこうやって上げるもの、このお尻をグッと上げるのはヒップリフトと言います。これを合わせたトレーニングになります。なので上げて歩いて、肘、膝伸ばす、はい、曲げて落としてあげて、また伸ばす、戻す、落とす、戻す、はい、落としてあげて、また足伸ばして戻して、これを2種目目にやっていきます。結構ね、これは腕の三頭筋、この二の腕の部分にすごく効果的です。3種目目はバックスクイーズというものになります。うつ伏せになってもらって、手をこのように設置します。手を伸ばしてふっと引く、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 引く。この背筋と肩甲骨を動かす動作を合わせたものを言います。で、この3種目をちょっと3分間でやっていきます。20秒10秒休憩20秒10秒休憩。今回も1種目目から3種目目、3種目目から1種目目、この合計6回行っていきたいと思います。それでは早速インチワームウォークの姿勢の準備をしていきましょう。1種目目スタートです。この種目ではしっかりと腹筋に力を入れた上で、腰を反らないように落としていきます。呼吸のタイミングも手を足に近づけていくところで息を吐き、手を遠くに移動させるときに息を吸います。お疲れ様です。続いての種目はリバースプランクヒップリフトです。次の姿勢の準備をして待機していきましょう。それでは2種目目スタートです。胸を張って腹筋に力を入れた状態で行っていきます。この種目で一番意識してほしいのはお尻の引き締めです。お尻を下ろして上げる、この時にしっかりと力を入れていきます。膝を伸ばす時もしっかりとお尻に力を入れたまま行いましょう。お疲れ様です。それではうつ伏せになって次の種目に備えていきましょう。それでは前半戦最終種目スタートです。この種目は胸をしっかりと張りながら、肘を背中の背面でくっつけるイメージで動かしていきます。肩が力んで上がらないようにも注意しましょう。呼吸のタイミングは肘を引くときに息を吐いて、戻すときに息を吸います。前半戦お疲れ様です。それでは引き続きこの種目をもう一度行っていきます。後半戦スタートです。先ほど伝えたフォームを意識しながらやっていきましょう。残り5秒です。お疲れ様です。さあ続いては先ほどの2種目目の種目、リバースプランクヒップリフトの姿勢で待機していきましょう。それではスタートです。お尻を締めるイメージで最後まで気を抜かずに頑張っていきましょう。残り5秒です。
お疲れ様です。続いてはついにラスト種目、残りの力を振り絞って頑張りましょう。それではラスト種目スタートです。疲れてきているので腰が反りやすくなっていると思いますが、しっかりと腰を反らない意識、腹筋に力を入れる意識を忘れずに最後まで行っていきましょう。残り5秒です。お疲れ様です。皆さんお疲れ様でした。少しレベルが上がってきましたが、ここからさらにレベルが上がっていきます。今回は今までと違って立つメインではなくて、ちょっと横向きのメインセットでやっていきました。今後この1から3回目までやった内容を混ぜこぜのメニューでもちょっとアップしていこうかなと思いますので、ぜひ今回のトレーニングもチャレンジして、次のトレーニングもチャレンジしていってください。